夫の誕生日に撮影したデータを受け取りにスモールワールズに来ました。 SD カード受け取りました。すごい、これも展示に出てくるんかな。 奥とかはコウモリ、かわいい。棺桶もある。ジャック・オー・ランタン。夜だから白いとこがすごい光っと浮かび上がっとる。かわいい。あれ、深爪さんが発見しとった ET。 飛んでます。かわいい。テーブルの上ピンクありますか。おお、なんかフランクフルト、ホットドッグ、ケータリングの車もいます。これか。すごい。すごい。これ色って何で塗ってるんですか。油絵の具だったり、アクリル絵の具だったり、はい、あとはもうプラモデル用の塗料を使うことあるんですけど、こういう細かいのは多分アクリル絵の具。フィギュア自身は何でその何で作ってるんですか。その最近はの 3D プリンターで、スキャンしたものを使うことも多いんですが、市販でもある程度鉄道模型用にあって、はいはいはい、それにあの粘土で格子をつけたり、それをかけて、これが紙粘土です。改造して改造っていうのは、はいはい、3D プリンターはそのなあのこうくるくるやるやつと光造形、はいはい、なんかどそうです、ね、ど光造形の方、光造形、はい、からあの、まあ、インクがその立体物に伝わったような。ああ、じゃあフルカラーなんだ。へえ、今時はフルカラーです。でこれが多分市販品を使ってベースにしてるので、 3D ではなくてプラスチック型にはめて作る。あ、そういうことか。なるほど、ありがとうございます。いろいろ一個のやり方じゃなくて、カスタマイズしたり印刷したり。すごいね。さっき制作の方に直接お話を聞くことができたんですけど、家に持ち帰ってるあの35分の1とか80分の1フィギュアはどうもフルカラーの積層型の、こう足元から頭にかけて印刷する、まあ、我が家にあるようなパターンのフルカラーのやつなんだそうなんですよね。で、展示してあるやつはあの既存のそういうミニチュアの売ってるものにあの塗装をしてみたり粘土をつけてみたりとかいろいろされるみたいで、なんかその 3D プリンターだけじゃなくて手でペイントもするし粘土も使うしということでした。で、色付けするときにはアクリル絵の具と油絵の具使ってることがあるみたいで、アクリル絵の具使って色付けしようとしている方向性は間違ってなさそうな感じがします。いやー、もう大収穫でした。楽しかったです。花火が上がってます。すごい。さあ、今日も見せてもらおうか、回転を。やっぱりちょっと早すぎる気がする。このフィギュアのお立ち台みたいなとこはいろいろ改良されてるのが楽しい。ここは80分の1フィギュアの人のためのお立ち台。いや、今度はフィギュア持ってこないとダメですね。空港を拡大していくと、おお、結構行く。もう見えなかった人まで見えとる。この辺の離陸を
登場を待ってる人たちのゾーンで拡大してみます。あ、ちょっと手前にピントが合ってしまう。てる人まで見えるよ。すごい。仲良しのダルイモンさん夫婦にズームインしてみます。あー、こけるかな。やっぱり寄りの限界があるのかな。ここぐらいまでしか。この状態で私が体を近づけたらどうなるのかな。あ、ボケるな。これぐらい。我が家の自分たちの夫婦にズームインしてみます。ちょい行けるかな。あ、やっぱ行けるか。行けない。行けてない。ボケてる。ちょっと我が家は夫婦がちょっと離れてるから間に人が入ってます。 FP 小話撮ってる。今からあそこに映ってる人たちが乾杯します。おすごい、めっちゃ乾杯しとる。どのような距離かというと、こんな感じ。あそこが乾杯してました。可愛らしいキャラクター。キャラクターなのかな？うん。ポップさんかな？エビとサーモンとアボカドの、これなんか一応パンケーキの種類らしいんですよね。あ、そう。うん。ポテトとかチーズの味がするのかな？生地。いただきます。ふわふわパンケーキ。プレーンです。分厚い。有明ガーデンの1階にもミニストップがあるんですが、もしやと思ったんですが、どうもここにはマンゴーパフェの上りは立ってないみたいですね。ここで食べれたら歩いてこれるんだけどな。これこれ、昨日撮りたかった月に雲が行き交ってる感じに見えます。空の色が最初紫っぽいのから今青っぽいのに、そしてまた紫に戻ってる感じ。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャーヤです。今日は物件を売却した時に火災保険の解約をするのをお忘れなくというお話をしようと思います。もうその言葉の通りなんですけれども、実は我が家は今年2部屋物件を売却しまして、一部屋は割と年始ですね、1月から3月にかけてでしたかねに売却して、でもう1軒は最近売却したんですけれども、で2軒目のその売却をした時に金融機関の方から火災保険解約しますかというふうにお尋ねいただいて、あ、そっかそっか、そうですねっていうことで解約をしたんですけど、あれ考えてみたら1軒目火災保険の場合解約してたかなと思いまして、確認してみたところ解約を忘れていまして、まあいつ売却したのかということを伝えることで訴求して保険料が戻ってくるということのようでした。まあ、こういう形でまとめて火災保険の保険料払ってるけど、物件を売却した時に解約をしなかったら、まあ保険料戻ってきませんので、まあ未来にかけてる分を解約をして保険料を戻すということを、まあ忘れないようにしたいなというふうに
思いました。でちなみに賃貸に住んでる方がやっぱり火災保険の家財にまとめて保険料払って加入しているケースありますが、期間の途中で退去される場合、このケースもちゃんと解約すると一部保険料戻ってくる場合ありますので、手続きを忘れないようにしたいなというふうに思います。でちょっと真逆の話なんですけれども、逆に親とか祖父母から受け継いだ物件に現金でリフォームしたりとか、リフォームローンだけ施して住んでるという場合は、これ火災保険に入ってないケースがあります。意外と火災保険の加入というのは住宅ローンを組むときに金融機関に必須ですと言われて、それで加入する方が多いので、住宅ローンを組んでない物件に住んでる場合とか、あと住宅ローンが完済したという人も、火災保険に入ってないというケースあるかもしれません。でもそれでも火事とか自然災害にあった時に、今の家に被害があった時にそれだわ困ってしまうという場合には、やっぱりこれは必要な加入ということになりますので、売却した物件を売却した時に火災保険を解約し忘れないこと、そしてローンを組んでない物件などで火災保険の加入漏れがないことというのを気をつけた方がいいのかなというふうに思いました。以上、FP 小話でした。今日行ったお店のメニューをもらってきたんですけど、なんかユニークだったんですよね。これは普通にパンケーキ、ふわふわパンケーキなんですけど、これが面白かったです。ダッチベイビーという料理みたいで、一応パンケーキなんですよね。ただしジャーマン生地のパンケーキで、なんかちょっとシュー生地っぽい、なんて言うんでしょうね、食べたらシュワッとしぼむ感じで、でなんかちょっと塩味もあるという、ご飯っぽい、でも一応パンケーキということで、ユニークな料理で美味しかったです。また行きたい。